廃墟ってだけあって、中はやっぱ汚いな。ねえ、ねえ、もう帰りましょうよ。何言ってんだよアリス、まだ来たばかりじゃないか。廃墟だからって持ち主がいないわけないんだから、無断で侵入したら犯罪なんだからね。そもそも、いつ崩れるかわからない建物なんだから危ないわよ。だから肝試しにちょうどいいんじゃないか。ほら、早く来ないと置いていくぜ。もう、本当に自分勝手なんだから。めぼしいものはないな、本も劣化して触れただけで崩れちまう。廃墟なんだからめぼしいのなんてなくて当たり前でしょ。仮にあったとしても、呪われそうだから持って帰らないでよね。まあな、怪獣の魔法でも覚えておくんだったぜ。どうしたの？アリス、あれ、壁になんか書いてあるぜ。私はこの先にいるよ、か。なんだこれ、気味悪いな、いたずらか？なんか、嫌な感じよね。この先に誰かいるってことか？ちょっと、何進もうとしてるのよ。進めば私さんに会えるかもしれないだろ。そんなの会いたくないわよ。左だってさ。なんか、変じゃない。これ、本当にいたずら？いたずら以外の、なんだってんだよ。いたずらに、決まってるじゃないか。行けばわかるはずだぜ。ねえ、もう帰りましょうよ、マリサってば。マリサ、違う、やっぱりこれ、違う、これ以上は絶対に進んじゃダメだよ。マリサってば。うるさいな、嫌ならお前だけで帰ればいいだろ。わかった。私、外で待ってるから。いいよ、帰って、付き合わせて悪かったな。待ってる、夜道は危ないから、一緒に帰ろ。帰ったら、ちゃんと埋め合わせしないと。文字もやばいけど、壁の赤み、赤サビだろうけど、なんだかゾッとするな。本当にあるわけない、けど、体の方にしておくか。え、なんだよ、ここ、魔法で照らしてるのに、何にも見えないじゃないか。それに、なんだこの匂い、カビに混じって卵の腐った匂いがする。本当に体があって腐ってるとかは、勘弁してくれよ。おっと、壁があるな。え？なんだよ、これ。結局、いたずらだったわけだ。そりゃそうだよな。ちょっとビビッ。え？アリス、なんて？外にいるはず。それに、頭が。いや、今回のはちょっとグロテスクじゃない？ YouTube 的に大丈夫なわけ？血にまみれてたのはアリスの作った人形だし平気だろ。私、可愛いお人形以外は作りたくないからもう変な依頼しないでよね。その割には完成度高かったけどな。今回のマリサはすごく自分勝手だったけど、普段は私を優先してくれてすごく優しいから誤解しないでね。余計なこと言うんじゃない、恥ずかしいだろ。